けよたくさん。はい、あみちゃん。三重県って結構いっぱい綺麗な川ありますよね。あるよね、うん、あの三重県ってさ、まあ、海のイメージが、ね、あるけどね、うん、あの結構あの川遊びとかもしたりするよね、うん、私もね、うん、ちっちゃい頃ようね、あの家族で川遊びしに行っとったんですよ。あ、そうなん、うん、やっぱり川ってね、あの、うん、まあ、ひんやりしてね、あの上がった後もすごいさっぱりした気分になるんですよね、まあ、海はねどうしても塩水だから ね、うん、ね、体がちょっと上がった後ベトベトするからね、そんなとこシャワー浴びたりとかね結構やっぱりしたりするけど、うんうん、あの川の場合はもうなんかこう川遊びした後も、うん、なんかこう 身もそうやけど心もこうなんか綺麗になるイメージが、そうなんです、なんかちょっと研ぎ澄まされるような、おいいね、研ぎ澄まされる気分になるんですよね。そうやね、シュッとね、そうそうそうなるんですよね。そうでね、うん、まあ、綺麗な川といえば、まあ、いっぱいあるんですけど、うん、あの紀北町の銚子川、あ、銚子川な、むちゃ綺麗、ね、これめちゃくちゃ綺麗ね、もうむちゃくちゃ透き通っとって、うん、魚ももうすぐそこをめっちゃ泳いとるから、いや本当にさ、水が極端に言えばさ水がないような感じで、もう、そうなんですよ、もうすぐ前、そうだから、あ、魚おるわ、捕まっと、捕めない、いやいや、それは無理やろ、無理、いやそれ無理やと思うよ。でも本当に近くに、わかるわかるわかる、わかるでしょ気持ち、めちゃくちゃだって本当に綺麗なんさ、うん、そうなんですよ、行った人はこんなに綺麗なの見たことない、見たことない、皆さん言うからね、うん、やっぱ日本一綺麗、あー、まあ、2番目やな、え、2番目、1番目は、うん、それを私、え、あ